おもろいなお前な。お顔を抜く。いや、相手にならないです。もっと奥来い。おもろいなお前な。おもろいな。バンパシュリサだけやろ。タイヤ太しちゃうんですよ、前の。おぉ。大阪で、前回進入スピードとかで。マジなんか、ハンドルめっちゃ重なって、動機悪くなりました。で、気のせいかなと思って今日走ってたんですけど、気のせいじゃないですから。これはやばい。っていうのを、この間、岡国のフォーミュラ D 最終戦にも誰かが聞いた。太しやばんだった。そうそうそう。いや、ほんまっすね。ああいう黒のな、日焼けしないと違うんだもん。今日すんねん、そういう元気なカンパニーのやつは。まあ、元気なカンパニーでしたからね。うん、もうとな。藤尾の動画だけ溜まっていくわ。いっぱい。ちゃうねちゃうねその、はい、今日は弟さんの話を聞きに来たんよ。めぐちゃんじゃなくて。あ、正義くん。うん、正義くん。車どれ？ボロイ。ボロイ。これは、自分の。あ、はい。すごい。何歳？16歳、はい、51? はい、すごっ。でもトリフトはどれぐらいやってんの？3ヶ月ぐらい。3ヶ月メーハン何回目？10もうないぐらいです。あ、そんなしてんの？はい。え、これもう1回戦あれ出たんかな？ あ、結果は落ちました。落ちた。はい。目指してるトリフト選手っていうのはやっぱり精美とか直樹な。精美さんです。精美の、はい、直樹じゃなく、はい、精美。精美のどういうところが？お世話になってるんで、うん、なんかもうちっちゃい頃から知ってんじゃん。はい、あ、はい、そうです。な、小さい時から。自分が気がついたら精美がしょっちゅうもう、はい、もうだからもう知ってる存在もんな、だって。はい、僕らもう練習機として、はい、紫に塗りたいなとかじゃなく、もう精美さんのワンビアみたいな。何色に入りしてる。うーん、今日は何全然うまいこと走れんかった。あー、そうですね、はい、全然終わりでした、ね、ありがとうございました。結構ある5万人のファンがいてるサスコと、まあ、25人ぐらいファンがいてる。ちょっと多いですね、15人ぐらい。あ、マジで。え、でもあそこに5人のやつとかいてるから。5人のやつ。やつすごいね、一組目。なあ、やばいな。やばい。もうでも一か八かで、いかなさないと。まあまあ、あの走りしたら。ちょっと力の方が危ない。緊張してるのかな。ああ、多分。いや、力でも最近、あの、進入位置は、あそこよな。なんか真ん中ぐらいから進入位置で。なんかね、癖づいてる。そうや、癖づいてるわ。この多分、返しが、もうリズムがそれだ。いや、なんか朝の練習、一本めちゃくちゃいいのあった。マジで。なんかでも、逆に躊躇しすぎて、なんか失敗するみたいな。翔くんもっとこっち来てくれやんと、はい、主役なんやから。いや、おかんで出てもしゃあないから。何やいやいや、ここ。あ、せや、ここ。じゃあ、翔くん何歳になったんの？20歳。20歳やで。リュウは？20歳です。もう20歳。絶対ちゃう。今年18やんな。いや、17です。え、免許取れんのじゃん。今年17になったとして17になったんだ。来年や、免許取れんの。お前か、はい、もうライバルや。いや、とんでもないっす。そうなん、はい、そんな感じ。じゃあ、長男同士、次男同士とかで、力にめっちゃライバルさせてな。そうなの。え、なんか最近めっちゃおもろいこと言うに来たな。なんて大爆笑したったな。なんだっけ。おい、だってめちゃめちゃおもんなかったもん。おもんなかったんか。ね、あ、今、やって今ビデオ回ってるからさ。ちょ、さっきのホームビデオちゃうねん。おっと、出たよ、みんなワロだ。なんで今、ワロだ。なんでだ、もう来ないね。はい、この人は、アオリマンの、田村ショートケーキです。ショートケーキ。おもろいなお前な。おもろいな。笑いたい。やろう、めっちゃ
あの、ダコスケのあの、ネギとかあのちゃんと寝るまでよしよししてくれるそんな2回戦ボーナスステージや、ケンタくんって言うて俺落ちた時、ちゃんと寝るまでよしよししてよ寝るまでそうか、2グループ目にはケンタしかおらへん。3すかね、3グループ目。あ、3グループあんの。3グループですね。そこで1枠目でそんだけおるってことは4台くらいしか通らないでしょ、確か。おうおう、だから結構トーナメント行けたら減るし、めっちゃゴールして入ってんで、ややこしいのか。3グループあんな25台ややこしいのか、ライバルかな。3グループ多分3グループの12台残りやから4台抜けかも。しーさんもうできる。ではやったやるよ。資産10にできたらもう生きていく。お父さん超えてるなおた、え、いや、じゃあなおた頼むわ。2回戦行ってみやな、俺頼むわ。翔くん全然話聞けてないんだけど。いや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 、ええの。はい、大丈夫。まだ取材していたんで、これからグイグイ行く。あ、そうだ、今はほんとそっとしとくわ。やっといたってよ、もう。じゃあもうそっとしといてください。来年消えてるかもしれない今しとかな。翔くんやるのも、あの陸上走ってんの。あ、そうです。やろ、映っても大丈夫なの、これ陸上的には。いや、どっちで行くの、ドリフトなのか陸上なのか、どっちで行きたい。いや、ドリフトで行きます。お、マジで。陸上はええの。とりあえず一緒走ってこいよ、これダップタイム。今日は走る試合じゃないですか、オールスターズ。え、陸上は何があれの。専門中距離 800m、 400、800。だからちょうどこれ1周ぐらいなんですよ。1500のまで走れる。1500 4分ぐらいじゃないですか。これは本気で速い。いや、でも800です。800聞いてください。1分53なんですよ。そう、速い。絶対こっちの方が速いです。なあ、いやでもすごい。高校で。大学。大学なんや。でももう西日本ぐらいのレベルですけど。すごいよ。だからドリフトよりは成績残してます。これからもこっちやろ。そうですね、うん、これから陸上ではなかなか飯食えへんから。まあドリフトでも食えへんけど、ね、そうですねでも、お兄ちゃんに、はい、でも目標はお兄ちゃん。目標はどこなの。もうこんなん相手なのです。おーちょっと待って、翔くんもジムうまいよ。まあほどほどに。すごい。でも自分はシムで上手くなったとは言いたくない派です。お、飲んでろ。なんかゲームやろうみたいな感じするから。いや、でも時代はそうやん。まあまあね、うん。いや、ケイチカって今年に入ってグワーン行ったんよ。はいはい、あれ完全にシムやん。そうですね、走り方変わったし、成績残ってきたもん。時代はシムやってる方が強いんやから。じゃあまあシム上がりで、うん、そういう時陸上上がりで。陸上上がりすごい。だから柏競技場も走ってたもんな。あ、そうです、ね。うん、俺もだから柏競技場走ってたもん。平行便。そうです。フィールドがゴムやから平行便しか上がんのよ。ちゃんとスパイクでやって走らせてくれ。へぇ、尖ってるやつじゃなくてこう真っ直ぐのやつじゃないと。へぇ、はい、よしてるやん。はい、さすが。だそれじゃね、無理なんですよ。じゃあもうこれからは期待で。はい、期待で。今日は目指すわ。今日は目指すわ。兄貴に勝つ。おぉ、とトーナメントに行く。おぉと優勝。で、おかんを抜く。いや、相手にならないっす。いやいや、ほなもっと奥来い。お母さんこんな感じで。ほんだら上げといてよ、ちゃんとカットセット上げといてよ。登録今すぐしないで。登録してる？え、してる。あー、YouTube で一回も見たことない。そんなやつおるの？はい、ありがとうございます。さすが息子、これちょっとそこのみんな登録しよう。みんなしてないの、これしてから渡さないよ。めっちゃある名刺みたいなもんやね。今すぐするんやね。登録 OK、 やっていきます。お願いします。その時今も使うからな。3本目の3号のマーターとこでボイストなくなった。うん、
であれリタイヤオンでリタイヤうわ最悪ですよ今日に限ってねあ持ってきてないですうわいつもね山盛り部品持ってきてるんですけど今日はまあオールスターなんで当てたりしても、ね、ダメですよだから余分服ピンそんな時に限ってやねほんまに、いやだから先週旅風呂したんで、はいはい、あの恵比寿に撮って帰り道にあ恵比寿行ってたんですか恵比寿に撮ったんですもう行くね自走自走でさすがやね2人で旅風呂したんでであの先週の、ね、この週の間に、まあ、用心兼ねてエンジンとセットでタービンをリビングトロシーに変えて乗せ替えたやつが、はい、今日の3本で終わりですよなんかあるんですかねオイルいやオールでも新品ですよやっぱりまあしょうがないですねわ、まあ、機械もんなんで当たり外れは必ずあるんで、まあ、昨日1日7時はしとったんですけどちょっといつもよりパワー感ないなと思っとったんでひょっとしたらちょっと外れやったんかな残念賞ですね あれ聞こうと思ってたんですよあのギャル層で軽音のエイペアに話聞けたんですよ、はいはい、知り合いですかいや知り合いも知り合いでしょうねじゃあそうかなと思って旦那持ったんでしょはい人妻エンジニアにほんで旦那は三浦夫妻なんやけどはいはい知ってますそうなんですねやっぱりいや知ってんねやろなと思ったんですよいやうまいんですかやっぱりあの彼女はもともとグリッパーなんですよ、はい、そうですねでまあそれの先行きたいためにドリフト始めた、はい、ほんでギャル層も終わって通過ツインからそのままセントラルだから、なんかの大会だからグリップです、うん、あの風にあのちょっといかない普通じゃない、いやすごいですよねいやその取り組み方も考え方もちゃんとしててそうですよであの面白くなくてすいませんって 言われたんですけどいやその考えてするところがやっぱりねガチすぎて、うん、徹底しててすごいなと旦那の方もめちゃくちゃうまいあ、そうなんですかめちゃくちゃああ、一緒に話聞いたらよかったですね、まあ、ギャル層やったから奥さんだけちょっと話聞いたんですけどす、ねはい、またどっかであの出会いのチャンスがあると思います、うん、はいはいはい旦那の方はねちょっと免許証なかったら自分から恥じることを独立してるんであかんが使われいや行動じゃないですよあそうですねはいはいはいそれはそうですね行動じゃないさあですあの仙道君は貼ってないんですよああの貼れてないですねあの貼ります貼りますいやさっきねプラーッと見とったら貼ってないなと貼ってなかったんだ僕はそうそうそう、そう、それ俺のせいさてさ貼ってないからブローしたんですよ貼ったらもう治るかな治る治るもう走りぎらいちゃう白煙もわーなってあのカラカラ言うてるんやけど絶対かもうゆっくり帰るしかない残念すぎますやん、せっかく1回で通れたもんね残念で走り的にはどうやったんですか走り的にはちょうど調子よくなってきてたとこ調子よくなってきたところでブーストがなくなったうわもう実際それもう、まあ、来年日本がリベンジあとそこに合わせてきますもう今年もバタバタやったんで3週連続なんですよもう定年されたんですかあの来月です来月でもういよいよあの還暦何をやってるんですかって話ですいやいやいや最高でまあ、あのタービンだけちょっと交換してでも例えば最後スーパー団体、はい、もしあったら出ようかなと思って新年にメールしたんやけどあのネタに貸して返事が返ってこないんでもう無理っすねまあしゃあないっすねはい、まあ、こんな時はこんなもんですそうそう、まあ、まだ来年日本だはいあのええ走りができるように、うん、来年はもうちょっとここにターゲット合わせて持ってきます、うん、ずっと走ってなかったんでこっちはねはいまたよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんだか分かるわけないな。不使用と今前だの同じクラス。ちょっと見たくなってきたな。
にこれ絶対にこう名阪行くとこやんこれ悪いとこに久保な久保フォーメラディーにおるやろ、はい、行ってます。